はい、やっていきましょう。ポケモンの実況久しぶりにやっていきます。ですね、一応ポケモンシリーズじゃない、ポケモンの実況自体はもう白名戦でだいたい終わりって形なんですけれども、あの時にちゃんと終われなかったから今みたいにグダグダになってるわけなんですけれども、まあ白名さんの戦いが終わった後エンドロールが流れての後なんですけれども、まあ基本的にやれること、それはこちらのバトルフロンティアでなんかいろいろやること、あとは、ポケモンの図鑑を全部集めることがメインみたいですね。で、その図鑑、とりあえず全部揃えて、博士、ナナムカマド博士の方にお伝えにしに行ったところ、オーキド博士が現れたっていうところまでやっときました。はい、そこは別に動画しなくてもいいかなと思ったんで、カットしました。なんですけれども、その図鑑を全部揃えると、なんだっけ、なんかね、伝説のポケモンが、出るようになるらしいんですね。まあ、でもその伝説ポケモン別に大したことないんで別にやらないんですけど大したことなくはないと思うけど、あとですね、気になるのがなんとこっちにあるリゾートエリアっていうところでコイキングレベル100が釣れるらしいんですよ。絶対それを捕まえたいなと思って行きたいと思います。いや、伝説のポケモンよりコイキングですねどういうことって感じですが、じゃあ行きましょう。この先にリゾートエリアってところがあって、待って、そうだ、すごい釣り屋、すっごい釣り竿が必要らしいんですよ。どこだっけ、なんかね、この人かな、あ、これだ。このすごい釣り竿がないと何もできないらしいんで、ここら辺で釣りできないのかな。ね。ここら辺ちょっと釣りしてみようよ。釣り。あと、ポケトレ。っていう、この野生が出てくるやつの、なんかもらいました。え、なんこれ。え、なんで使わないの？ちょっとな。ここ、あ、ここ釣り禁止なの？知らなかった。別にいいや。ってことで、ちょ、こっちで釣りしようぜ。なんか出ないの？ルギアとか釣ろうぜ、ルギアとか。ルギア釣り上げちゃうの。そんな引っかかんのかな？お、来た！早い！また自転車飛んだ、そこで。コエルコー。強くはないな。そういえば、なんだっけ。捕まえたいポケモンがいたんですよ。なんだっけ。ラプラスだ。ラプラスがどっかにいるらしくて、捕まえたかったんですけど、もう別にいいかなーって思ってます。動画撮影以外でちょっと捕まえようかなと思ったんですけど、時間なかったんでもういいです。あとは EV 捕まえてブラッキーにしたりとかしたかったんですけど。お、変態とお姉さん。お、デリバードとトドクラーだって。じゃあ行きましょう。ギラティナさん今ちょっと育ててます。分けありで。あー、PP がない。回復しとけばよかったかな。まあ、適当にポンポンやっていきましょう。未だに属性がよくわかってない。草火とか水とかがあるようになったんだけどさ。ゴーストとかさ、そういう系がまだ、あんまりわかんないけど、おー、ナイスです。よし。マンタイン。おー、こいつか。どうしようかな。こっちでいいや。シャドウダイ。お、ワンパン？おー、え？なんですと？よし、オッケー。まだレベル55でもね、結構レベル上がりやすいみたい。おお、ハート。よし、行け。ドラゴンクロー。一発？じゃないね。あ、消えた。チキショウ。これ使ってみるか。いや。剣士の力。うわ、全然効かない。この技もう忘れちゃっていいね。ギラティナさんなんか新しい技覚えないの？全然なんか覚えてくれないんだよね。これでいいや。あと誰か自信を覚えてほしいな。結構強い技なんだよね。どうやったら覚えるんだろうね。技マシン持ってないし、ドータ君体力やば。いや、いけ。ああ、ドータ君死んじゃった。
よし。エンペルトさん、レベル62か。あ、そうだ。そういえば、道具で不思議な飴持ってるんですよ。不思議な飴は、レベルを上げるアイテムで、今まで一回も使ったことないんで、結構溜まってるんですよ。どこかな。回復だっけ？これだ。8個あるんで、せっかくなんでも使っちゃいましょう。エンペルトさんでいいよね。うん。あ、ハカネイルさん、ちょっと諸事情で使ってます。もう技も覚えないでしょ、別に。ねえねえねえ、どんどん覚えちゃってください。65。うん、ギラティナさんもちょっと使っちゃおうかな。強いもんね。いいよね。てか、新しい技なんか覚えないの？あんた。オッケーオッケー。覚えなさそうだな。体力はどんどん増えていくね。おお、270。お、割った覚えてな。大地の力、何それ。また地面系かよ。190。相手の足元へ大地の力を打つ。相手のところを下げることがある。ドラゴンクロー、あー、これめちゃくちゃ強いからな。これか、いらないの。オッケー。よし。では行きましょう。あ、モンスターボール。最近になってようやくポケモンボールとモンスターボールを正しく言えるようになりました。おー、レベル55強。属性力になりそうだけど、ペリッパー大嫌いだからいいや。そういうこと言わない。顔が無理なんだよ。ここにいいのかな？なんかあそこの岩なんか理想だよね。秘伝じゃない、ダウジング使ってみる。フローゼオ。あら、かわいい。ダウジングはどこかな？ない。星かな？ R、あ、上かな？あ、なんだこれ。上砕き？なんで？特に意味はない。てか、ここの上になんかあるみたい。あ、ここだ。水の石。水の。そういうことじゃないね。またつぼみ。へえ、そんなのいたっけ。これも邪魔だからも。不思議な目、おお、また一個。さっきちょっとやったばっかなのに、どういうこと？ちょっと面倒なことさせないでください。強いポケモン出ないの？あんたはいいの、出てきなさい。おかえり。方向転換しただけだぞ、ちょっと。これゴールドスプレー使った方がいいね。もう、あ、てかあれじゃん。こういう時にポケトレを使えばいいんじゃない？ポケトレ。あそこ。なんだ。よし。まあ、こういうためにハガネイルさん用意してたんですね。青いかけら。ここにもなんか理想じゃない？行くて。またお前か。しつこいな。警察に呼ぶぞ。ここで多分呼んでも来てくれないと思う。通信圏外とかなっちゃいそう。ここなんかないの？なし。なんかないの？あ、上にある。へぇ、ほんと多いな、ここ。野生ポケモン。ちょっと全部草刈っちゃおうぜ。うわ、気持ち悪い。うつどん。ここら辺にあるのかな？あ、この先だ。あれ？こっち？ハイパーボール。いっぱい持ってるからいらないんだよな。
マスターボールで持ってればいいのね。ちょっとさすがに多すぎるな。ゴールドスプレー効くかわかんないけど、ちょっと使ってみよう。オッケー、これ大丈夫やろ。えい、どっちかな、こっちでいいんだよね。レンディなぜかみんなが戦おうって寄ってくるの。いや、あなたから寄ってくるんでしょう。ほんと迷惑。私は早くコイキングを釣りに行くの。ラブカス。ラブカス、ラプカス？ん？ラプラス？え？何言ってんだ。え、じゃあ、大地の力使ってみよう。効くかな？おー、さっきよりは全然よし。うん。大丈夫。じゃあもう一回。OK。1224。今度はラプカス、ラプラス。あ、ラプラスかわいい。絶対捕まえたかった。仕方ないけど強い。いいね。ザ・ポケモンって感じだよね。やん。じゃ、そのあなたに、シャドーボール、ん？シャドーダイ。おー、体力いっぱいありそう。でかいね。え、技ポイントがない。使えないな。OK、いけ。よし。2532。よし、どんどん行こう。お、着いたんじゃない？229番道路。道路ではないと思うんだよな。こっから先何かあんのかな。やめとこう。こっちだよね。あ、ここなんかないかな。怪しい。ないわ。着いた。お、お姉さんだ。お姉さん、自慢のポケモンちゃんをさらに美しくするためはらばらやってきましたわ。もっともっと私も懐いてもらいますにゅ。そう。あ、ポケモンボールがある。え、ここ何？え、ちょっと邪魔。残念ね。こちらは会員の方のみ入ることを許される、いわばスペシャルなステージ。あなたも仲間入りしたければリボンをたくさん集めることから始めてね。ああ、うっざ。こんなボール屋敷燃やしてしまおうぜ。へへへ。これ何？このハウスは。ん？何？シンジケート？どこなんだろう。あ、なに？ねえ、なに？実はさ、この別荘人からもらったんだけど、正直俺もいらないんだよ。だから黙って。あ、え、なになに？別荘？別荘もらえるの？あ、喜んでもらえます。あ、でもちょっと建屋が小さいな。建屋がもうちょっと高くなってればいいんだけど。うわ、おからんで。何？テーブル？てか、あんたさ、もう譲り受けたのにさっさと出てけってやつがあって、なんでそんなにいっぱい人入ってくんだよ。すげえな、金持ちなんだよ。なんかくれよ。よし、決めた。お前が別荘持ってることみんなに教えてくれよっと。めんどくさいっていうか、施錠してようよ。おお、いっぱいある。ソファ、テレビジョン、テレビジョン、ナイトテーブル、ナイトテーブルってなんだっけ？ハウスプランツ、パソコンデスク。ナイトテーブルってなんだっけ？思い出せない。大きいソファ欲しいな。お金余ってるし。使い一気になくなったけど。それ座れんの？これ。ちょっと座れないところなんで置くの？ダメじゃないですか、それ。ちょっと、それ。注文何？移動させたいんですけど。このゲームってどういうゲームなの？座らせねえゲームなの。あ、ポケモンセンター。
私のためのポケモンセンターね。おはようございます、ポケモンセンターです。僕でポケモンの定理解決します。あなたポケモンセンターにつなげますか。あなたが言ってきます。あー、ということでもうお時間なんで本日はここで終わります。次回コーキング釣りたいと思います。絶対釣るからね。100レベル100レベル100のコーキングを釣って新たなステージへ行きましょう。はい、ありがとうございました。